どうもどうもアンナさんです。どうもこんにちは、こんばんは、かこんばんは。メイク直しもう帰ってきたよ。あ、今日初めて握手行ったんだけどって、りょうさん、あ、ありがとう、今日来てくれたみんなありがとうございます。ただいまなさい、東京です。東京です。ともさん無事帰宅、よかった、来てくれてありがとう、ショールーム間に合ってよかった、さっき名古屋で握手した松明さん。ありがとう。今日はツインテールにしたんです。違うんですよ、なんか多分これから結構多分ツインだと思うんですよ。なんか私の髪飾りがカチューシャなんですよ。そうで、カチューシャすごい可愛いんですけど、なんかおろしでやってたんですけど、おろしだともう髪の毛はもうバー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 かかってて、そうなかなか、そうあれなんですよ。だからもうか何かしら結ばないと対処できなくて、なのでツインテになっちゃうんですよね。そうでもまあメンバーの中で、まあ、もうちょっとしたら髪飾り交換が多分スタートするんですけど、まだ髪飾り交換スタートしてなくて。そうまあなので、まあ、ポニテとかしたいし、あとはまあおろしも違う髪飾りがあったらやりたいんですけど、今の私のなんだこの毛は髪飾りだとちょっとおろしが難しくて、そうだから感じです。もうね取れちゃった巻きが結構。今日はね名古屋でララポート名古屋で全役だったんだけど、めっちゃね来てくれた気がした、勝手に、わかんないけど、そうありがとうございます。似合うって夏みかんさん、ゆきなちゃんありがとう、マルキンさんね、マルキンさんみんなにマルキンって呼ばれてんの？あ、いつもマルキンさんって呼んでたよ。みんな呼び捨てしてるんだったら、あ、なんて呼ぼうかな。今日人多かった、本当よかった、嬉しい。手羽先今日食べとらんよ、今日ね普通にお弁当とかしか食べてません。そう食べてない、弁当しか、しかもなんかお弁当結構イコラブはまあステージ前に食べる子あんまいなくて、まあ食べる子もいるんだけど、あ、まあ一口とか逆にしか食べなくて、でなんか握手まで終わった後に結構みんな食べたりするんですよね。そう待機列一周してた、本当。そう終わってまあ結構すぐ帰ったね。そう今日はね君がいるっていうね曲をね、あの推しのいる世界とスイーテストガールの2曲カップリングをね初披露しました。イエイイエイ。そうあんなつ来てくれてありがとう。ミニライブ見やすい、おーよかった、そりゃーよかったのそりゃーよかったのそうなんです、推しのいる世界はペンライトを持って踊るんですよ。そうで一緒にこうやって君がいる君がいるっていうのを皆さんと一緒にやりたくて、そうでコールとかも言いたいことがあるんだよってめっちゃ言えるんですよ。そうだからぜひ一緒にコールいっぱいしてほしいなって思います。そうなんかすごいみんなでコールいっぱい入れたいねって言ってたり、そう今日は煽りとかはまあ何一番なんだろう初めの披露だったから何もなしにしてとりあえず今日は見てもらうっていう日だったんですけど、まあこれからまた披露していくうちにどんどんこうファンの方と一緒にこの曲を作り上げていきたいなって思うので
そう、ペンライトをこうやってなんかね、右手、こっちが右手でこっちが左手なんですけど、右手でこうやってペンライト私たちは持ってて、こうやって歌ってるんですけど、ファンの方は一緒に横横横横、立て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 ってみんなでこうやって横横。でもね、まあ全員立ててもいいのかな、どうなんだろうね。まあでも横横横横、立て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 、マッキーじゃダメそう、でも隣の方に当たらない程度にね、横横横横、立て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 っていう風に、隣の人を前の人の頭をボーンってやっちゃったりダメなんですけど、そうっていう風に、意味がいる意味がいるって感じで、こうやってやってください。隣同士で攻撃し合わないでくださいね、ダメですよ。なんて略す推しのいる世界、うーん、なんだろう、推しせかあんままだ略して呼んでないな言いたいことがあるんだよ、やっぱり丸々は可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それは丸々に出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、愛してるっていうぜひたくさん、ここは全力コールをよろしくお願いいたします。やっと見つけたってすぐね言っていいんだよ、あのね、約束と、ドド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 、言いたいことがあるんだよ、やっぱりって感じ。そう、なんか動画とかもね、そうダンス動画もだし、まあ、コール動画とかもなんか出したいなっていう気持ちはあるんですけど、そう、丸々にあんなって入れた、ありがとうそう、なのでぜひコールしてください。あ、ユッケさんだ、ありがとう。次も握手並ぶって、まつりちゃんありがとう、嬉しいね、コール動画とかやってみたいなっていう気持ちあるけど。小悪もりょうさん待ってます、あんまい写真久々だった。そう、ムンムン来てくれてありがとう。じゃあいるかなって、秋山さん待ってます大阪マツケンさん待ってる、あ、ワンちゃんの代わりに覚えてるよみずきちゃん友達が沼にハマった、イエイそう、でもね、今日もね、すごい初めましての方来てくれて、毎日アナのルーム来てください。シュガーさんもありがとう、まとめ出ししたいなって、ぜひいっぱい話してください。今日もね来てくれてありがとう。ケンシーさん初見ありがとうございます。そう、なんかね今日は、今日でも言う、今日結構めっちゃこう頭振る系の、まさか手遅れとか今日やってないし、あとなんだろうな、イラついとかもやってないし、そう今日はね、まあカップリングの披露があったから、そうなんですよ、まあカップリング2曲と、あとまあ季節的にこれからまあクリスマス近いし、クリスマスとかゴールラブとか、あとはずるいよずるいでっていう曲の5曲今日はだったんですけど、そうでけん、なんかいつもより事故が少なかったそう、なんかいつもより、そう、ほんまになんか、あと一回休憩挟むし、どっちのチームも、そうなんかいつもによりはまだマシだった今日、そうって思った、私的にはね、マシっていうレベルですけどね、私的には、はい、そう、でもなんかすごい、なんだろうな、まあ、今日めっちゃ緊張してたの、どっちのチームも、その初披露だから、そうめっちゃ緊張しとって、そうでもみんなで前日とかもずっとレッスンしてたり結構練習してたので、そうでね、なんか今日6人で
アンは推しのいる世界のチームなんですけど、ペンライト持って出番前超ギリギリにエンジンして、そうのんのの、のんのに言ってもらって、こうやってみんなでこうやってペンライトをね真ん中に集めて、頑張るぞあーってやってね出てったんですよ今日。そう、いやバスじゃなくてね、普通にねなんかねテントの近くぐらいでやってた。ポターさんありがとうございました。そう、マッキーを合わせてじゃない、ペンライト。しんめいさんかっけえ。手役でカサカサありがとう、本当に愛を感じたよ、いっぱいつけてくれてて。そうね、これからなんだろう、すごい何そのコンサートとかでいっぱい曲数ある中でちょっとだけでもこう休憩できるっていうか、イコラブって基本もうユニット曲がほぼないから出ずっぱりのことが多いんですけど、まあ、一瞬、まあ、でも結局多分着替えとかになるけど、なんかいい感じにその2曲とかをね上手に入れて使えたらいいなとは思います。そう、あれヨウさんじゃん。今日も顔面がかわちい。ありがとうございます。あ、セーラー服覚えてる、ひなみちゃん。そうそう、なんかペンライトを紫なんですよ。一応この推しのいる世界の時は紫にしてほしいんですけど、なんか例えばメンバーの誕生日が近い時は今日はこの子とかのなんか好きな色とか、なんか1番と2番で変えるとか、なんかどんどん高度な技をなんかできたらいいねっていう風にメンバーとは話してるんですけど、紫ペンライトっていう歌詞があるので今は紫にとりあえずしてるんですけど、なんかそういう風になんだろう、こういろいろアレンジしていけるような曲になればいいねっていう風にメンバーで考えてて、まあ最初はだからとりあえず今は紫で統一してほしいなっていうのがあるので、ぜひ紫にしてください、お願いします。そう、友達も満足して沼にはまったみたい、嬉しい。そう、なんか今日はお友達連れてきたよってファンの方も結構多かったな。そう、紫ペンライトって感じ。ぜひ、まだね多分1回しか披露してないし、そうどこにもね、もうあでもその iTunes とかそういうアプリじゃないな、そういうサイトとか、あとは CD でしかね聞けないので、いっぱい聞いて練習しといてください。名古屋ありがとうございました。なるひさんありがとうございました。エツセのマスカラ、え、わかんない、なんかもう常にめっちゃ塗ってる、もう3本目ぐらいだもん今使ってる。あ、おはしさんありがとう、来てくれて。第4連のいじりはどうでしたか。え、誕生日あいかちゃん、おめでとう、ハッピーバースデー、いつもいっぱいコメントくれてありがとう。あいかちゃんのアンナのことをずっと見といてください。あいかちゃんのいつまでも見といてください。あいかちゃんの変わらず見といてください。めっちゃ重い人になってみました。おめでとうございます、おめでとう。ねえコンテヌちゃん、あのね今日ね全悪ちょツインしとったじゃんか、そしたらねなんかファンの方にツインテール食べさせてくださいって言われたから、あ誰にそれ教わったのって言ったら、ネットで見たって言ってたよ。もうあなたのせいですね。あはは、またねアンナちゃん、またねケンケンさん、今日はね、今日もねちっちゃいって言われた。なんか違うの、スタッフさんになんかスリッパ履くって言われたの。でもなんかキャタン履いてたのスリッパを、あの握手会で、あの靴、まあ、結構ヒールがあって大変だから、そうなんかスリッパを用意してくださってるんですけど、なんかその私のレーンのメンバーがサナとイオリなんですよ。でも2人ともは結構背はイコラブの中だったら高い方で、で2人が別にスリッパ履かなくて大丈夫って言ってて、
ってなった。私が一人でスリッパ履いたらマジでこう余計こうなるから、もうめっちゃ今日もう二人スリッパ履いてよって思いながら、そうそうなんですよ。でも今日はなんか芝生みたいな感じだったけ、そんな全然痛くなかったけ大丈夫だったんですけど、なんかそしたらスタッフさんが、じゃああんちゃんのために厚底スリッパ用意しないといけないねって言われたから、お願いしますって言ったそうだから今日頑張った。そう、2人とも靴のままやってたから、じゃあ私も靴のままやりますって言ってつらそうそう。でもなんか低くなりすぎると、なんかこう前に行った時に腰が痛くなるんですよ。なんかそっちの方が大変になっちゃうんですよね。なんか低いと机があるから、そこでこう前のめりになると結構ね、そっちの方がしんどくて、だから逆に身長を高くしといた方が何こうお話ししやすいんですよ。いやリアルな話ねこれ。そうなんですよ。だからバイラーメンさん気をつけて帰ってね、なかなかさんと仲良くそうなんですよ。元気ですよ。まああのね、でも今日新幹線でも寝てないの。ずっとね写真を保存したりね、ずっとねなんかインスタの分とかねツイッターの分考えてて一睡もしてないです。なのに元気。でも行きの新幹線は寝たよ。ねそれな、カープの選手誰も FA を。やばくない？カープ愛溢れてる天才。身長伸びないと思ってたら3センチ伸びたって。まいちゃんマジでマジで。あ、アイス食べたよ釣り犬さんね、ピンクインスタになりつつある。あ、でも今日もねインスタ1万人おめでとうって女の子がやっぱ結構言ってくれて嬉しかった。今日のショールーム握手会後なのめっちゃ元気だなって思った。なんかね10時とかなんか11時とかになんか家に着くと多分ちょっと結構疲れてるんですけど、今日は言うて9時過ぎぐらいからショールーム始めれたから、なんかねまだいける。そう今日も6時ぐらいに起きたんですけど6時かな、まあちょっと前、それよりもちょっと前ぐらい起きたんですけど、でもなんかね今日まだ元気かもしれない。なんかうんそんななんかねまあ寝ろって言われたらすぐ寝れるけど、なんか思ったより自分でも元気だなって思ってます。アドレナリンかもしれん元気100倍思春期のアドレナリンです。アンズーのファンは FA 使わないと。あ、そうですよ、ファンの皆さんも FA 権はね使っちゃダメですよイコラブからね、あのねダメよ、どっか行ったらおこです、おこです。でもねなんかセカンドブリ、違うサードブリに来ましたって方とかもいてね、そうお久しぶりってなったよ。なんかねすごい新しくファンになってくれる方もめっちゃ嬉しいし、メンバーもみんなこれそのもう1回だけじゃなくてまた来たいって思ってもらいたいなって思って、すごい握手とかもすごいやってると思うし、パフォーマンスもそうだし、なんかそうやって思ってもらいたいなっていう気持ちもめっちゃあるんですよ。でプラスででもなんかそのめっちゃ初期からやっぱ来てくれてる方とか、すごいずっと応援してくれてる方がなんか最近なんちゃらさ見ないねってメンバーとかでも話したりねたまにするので、その方が来るとメンバー内でねえ聞いて今日誰々さん来たのって報告したりねするの。だからすごい嬉しくて、そうだからそういう方にも、あもしかして私かな僕かなって思ったそこのあなたぜひ待ってますよそう本当になんか寂しいの、なんかこんなに寂しいんだって思うぐらい、なんかねそう結構本当に会いたいなって。私たちから会いに行くことってできないじゃないですか。そうだからそのやっぱ方がまた会いたいって思ってもらえる存在でいなきゃいけないんだけど、でもなんかそういう風になんか思って
そうでもね、会いに来れないのにもいろんな理由があると思うけど、でもその中でもなんかでもやっぱ会いたいなって思うから、そうなんかね、ぜひね、私かなって思ったらぜひ来てください私かな、僕かなってそうだからみんな待ってるよ。そうイコラブはね、もうみんなはね、結構ね、皆さんが思ってる以上にね、そう、まあ、特にやっぱ初期の方の方ってまだまだなんだろう、初期ってもうね、全然そんなめちゃめちゃなんだろう、今よりはあれだったから、もっと覚えてるしさ、だからマルキンさんそんなことないですマルキンさんは毎回どのレーンにも行ってくれて、メンバーが今日もマルキンさん来たよって報告してくれるんだよ、嬉しいよ。ことみんちゃんありがとう、嬉しい、思ってくれてると感じる限りは行くよって、まさまるも待ってるよ、待ってるよ。そうだからね、なんか久々に来てくれたりして、すごい話したいこといっぱいあるのに、なんか久々に来てくださる方、どうしたの、久しぶりって言って、なんかテンションこっちが上がってたら、そうファンの方より私たちの方がテンション上がってて、はいお時間ですってなることがあるあるですそう毎回行くわさーってさすらいさんさくらさん、ぜひいっぱい来てください。のいみーちゃんとは喋りましたが、喋ったよ。てかね、のいみーちゃんバスの中でね、めっちゃ元気だなって思った。なんかイコラブより全然元気イコラブは結構寝ちゃったりする子多いんだけど、なんか元気だなって思いながら見てたね。若さだね。いやバスはなんか今日は名古屋駅からは別々だった。あ、言っちゃった、名古屋駅って、私タケコプターっていう設定だったのに、まあいっか、別々だったんですけど、なんかリハに行くまでのバスで一緒に乗ったんですよ。そしたらすごい元気でびっくりした。なんかね、元気、なんかみんなあれだったから、ごめん設定崩して、ごめんね。今もタケコプターで帰ってきたの。そうなんか夜で暗くて結構家の場所見失ったりして結構迷ったんだよね、家まで帰ってくると。そう名古屋駅にタケコブタの方もあったでしょ。それそれそれ、私が使ってるの。タケコブタ寒かったもう疲れた、タケコブタの話ラン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 、ね、今日3連休だったけん、めっちゃね、行きが人めっちゃ多かったよ。あ、空色さん来てくれてありがとう。毎日聞いてるって嬉しい。ずるずるいっぱい聞いてね、自分が始めたんやんってポーンと、なんて読むの、今日話聞いてると遠征すればよかったって、秀丸さん。でもね、そんな毎回遠征ねしてくださる方ももちろんいて、本当に頭が上がらない、下がらない、頭が上がらないけど頭が本当に上がらないけど、でもそんな毎回ね来れるってわけじゃないから、ここであの報告会してるんで、なんか行けなかった自分を責めないでくださいまた待ってますよ、その気持ちだけで嬉しいです。犬に報告したら、かわいい、ワンちゃん大好き、ラブ、マジラブありがとうの気持ち、気持ち今日ね、だからね、今日チンテールなのにってね、ひとみさんに言っといた、いないねってよいしょ、何も食べてない、お弁当しか全然食べてない。
ユーミンファンレター待ってます。ポトフ大事だね。お野菜おばあちゃんお弁当美味しかったよ。なんかね、なんかこうやって幕の内っていうのはなんていうの、なんか一なんかな、なんかな、だって9個ぐらいこうやって資格があるあった。もっと高いツインが可愛いと思って。マジでまつりちゃん味噌カツ食べたの、マルキンさん。あー美味しかった。あ、さしなゆいさん、イエイ。ことみちゃんぜひありがとうございます。おばあちゃん普通ってなんなん、まるちゃん。ランチパック食べたの、耳から生えてるツインがそう、いつも今日もヘアサイどこの高さにしますか、ここで、はーいってやってもらうぜひ会いに来てね。銀だこ食べた銀だこ、銀だこ美味しいよね。あ、たこ焼きマジ好き。チーズハットク食べたい。ファンレターはね、ファンレターの宛先はこちらまで。合ってるよね、これ。これは全員メンバー一緒です。ここのお名前だけ違うのは、それ以外は一緒です。待ってます。よいしゅーと、いえ、これショールームのやつ。これもう2冊目あるからね、もう書き放題なんです。そうです。お昼ご飯ね、食べたよ。ね、握手終わってから食べた。これいいよね、この画用紙めっちゃ便利。東京の握手あるよ。あ、でも小悪かな、東京は。善悪だったら、善悪はライブあるやつだけど、善悪だったら柏、千葉しかないな。でもお昼ご飯のお弁当を食べたんだ。えぐみちゃん待ってます。仕事なんてやってられんで頑張ってよ、頑張ってよ。でもさ、なんか今日思ったのが、なんだろう、すごいさ、まあ結構イコラブは女の子とかも来てくれたり、まあ若いですよね、結構若い女の子とかもね、結構来てくれ、まあ若いっていうか学生の子とかも来てくれて、やっぱ学生の子ってさ、そんなお仕事とかできるわけじゃないじゃないですか。そんな中、なんか今からバイトなんだっていう子とか、バイト終わってきたよとか、なんかそうやってバイトをして会いに来てくれたりするのってすごいなって思うし、なんか本当に頭が上がらないなと思いました本当に嬉しいです。そんな新名さん、みんな偉いよ、働いてて偉い、生きてて偉い、天才天才なんでアイスちゃん、なんででもなんか今日はめっちゃ緊張っていうより、なんかいつもより緊張緊張っていうのが本番前なくて、なんかすごい楽しみっていう気持ちしかなくて、なんか今日すごい楽しかったなっていう。いつも楽しいけど、なんか毎回あーやばいやばいとか思っちゃうんだけど、なんか今日すごい楽しいな、楽しみだなっていうなんか気持ちだけでできたから、なんかそういえばそうだったって今思ったかな。なんでだろう、わかんない。まあでも今日はちょっとステージがめっちゃ広いっていうわけじゃなかったから、そう、でもなんかそれでもなんかこうステージ上でのパッと一瞬見たメンバーの表情とかを見ると、
いやみんな天才って思うのマジ自画自賛なんですけど、マジ他のメンバーを見てたけどね、それはすごい思うし、あミリはめっちゃ緊張してたよ。そう、なんかねずるいよずるいね披露するのね結構好きっていうか、まあ好きが当たり前なんだけど、なんか好きなの、好きって最近気づいた。なんでだろう、なんか全部好きなんだけど、なんかね好きかも好きに理由はいらないって、やっぱりじゃあ好きです。なんか感情が入りやすいのかな、わかんないけど、なんかこんちゃん好き間に合わなかったこうさん、また待ってるよ。でもそうやって行こうって思ってくれた気持ちが嬉しい。好きなんです、好きなんです。そうでもやっぱり好きな曲いっぱいありすぎて、よく一番好きな曲は何ですかって言われるんですよ。でめっちゃ全部好きやし、カップリングも表題ぐらいいい曲だから、なんか本当に別にカップリング感がなくて、イコラブの中でまあ一応表題曲とカップリングは違うけど、でもなんかカップリングっていう感じがない、そんななんかなんだろう二軍っていうイメージがないんですよね。全部がなんか私たちにとって結構一軍なんですよ。でなんか一応やっぱ自分の中でイコールラブとか、あとはまあ今この船に乗れとかすごい自分の中で大事な曲とかはあるんですけど、でも別になんだろう、歌ってて楽しいのは一番この曲かもとか、踊りで楽しいのはこの曲かもとか、ライブで楽しいのはこの曲かもとか、でもなんかエモさでいろいろ考えちゃって好きって思うのはこの曲かもみたいな、なんかいろいろあるんですよね、そういういろんな好きが。だからなんかあんま一曲決めれない、全部好き欲張り人間 DD 野郎なんで私そうなんですよ、そう全 A 面って感じ本当に。そうなんか一曲一曲に思い出がやっぱあるんですよ。なんか例えばなんだろう、まあ、部活とかキアラとかそこら辺のね時代のカップリングだったら、なんかこの時はこうしてたよねとか、この時の MV の時こうだったよねとか、なんかいろいろやっぱ思い出があるから、なんか一曲一曲が全部めっちゃ大事なんですよね。866ね、ねえ好きです、めっちゃいい曲本当に。そうだからそう866はね2周年に来てくださった方しかね聞けてないからね。ね、なんかファンの方もでも一曲一曲にこのシングルはこうだったなとか、いろいろねそれぞれ感情がある気がする。まあでもどうしても善悪ってなると今回のシングルの曲メインでプラスで、まあ、結構なんだろう表題曲が入ることが多いから、まあ全悪で確かにカップリングはあんましなくなっちゃうのかな、どうだろう、わかんないけど、どうなんだろうね。沼に落ちたのはウォンチュ、今日は5曲プラスのいみちゃんが2曲で7曲ですね。来週の全曲いくって待ってます。ゆっくり曲の感想話したいって待ってますうん、まあシングルのセンターになりたいってコメント珍しい。でもうーん、
でもなりたいって言った方が多分ファンの方は応援したいって思ってくれると思う、それは。新アイドルとしてそうやって言わなきゃいけないっていうのもすごくわかるっていうかあれだけど、うーん、でもなんかやっぱ自分にはリーダーっていうのがあるからこそ、なんかそこじゃない、自分が一番自分でいれる場所は多分そこではないかなっていうのはあるから、すごい瞳がセンターだったりナタがセンターだったり、なんだろう、それぞれの良さがあるから、きっと誰がなっても今回もノンノとミリネがセンター、まあ今回それはカップリングだけどね、そうあれだけど、でもまあやっぱ表題のセンターっていうのもね、やっぱプレッシャーとかすごいだろうし、うん、なんか私にはなんだろう、リーダーっていうか、うん、うん、難しいけど、そう、でもなんか、うん、複雑ですね、確かに複雑だけど、でもファンの方にはこうやって言っちゃってる自分が申し訳ないなって気持ちはちょっとあるけど、でもそれでも好きって言ってくれる方が本当の、本当にあれな方かなっていうのは思うし、なんかイコラブはセンターだけが輝く場所じゃないしっていうのがあるからこそ、もちろんセンターが輝く、センターは輝くし大切な存在だけど、だけじゃないっていうのがイコラブだから、多分そんなにセンターっていう風にこだわってなんだろう活動しなくても、なんだろう、イコラブとしていたいって思えるんだと思う。わかるかな、なんか、わかる。そう、アナの髪の毛今ストレートじゃないよ、うねうねだよ。わかるよって言ってくれて嬉しい、みんなが。でも全然前よりそれぞれの個性とかすごい出てると思うし、うん、すごい、だって今まで、まあ、MC とか、うん、まあ結構やってたメンバーと、あまり MC はやってないメンバーもいたけど、でも最近はなんか今日とかも翔子とかに仕切ってもらったりして、そうめっちゃアドリブとか全然入れてくれて、しっかり話してくれてるし、なんか上から目線になっちゃうけど、でもなんか本当にすごい、なんだろう、どんどんそういう風にみんなが多分成長していってるから、そう、かな。まあ善悪だと、まあ、めちゃめちゃ尺があるっていうわけじゃないから、まあ、そんなに長くお話っていうあれではないけど、うん、まあけどこう今回の善悪はこの子が喋るとか、まあみんなで喋って、福岡だったらもちろんリサとか、私愛知だったらやっぱりマイカのが喋るとこは絶対にあった方がいいなっていうのもあるし、それぞれかなって思う。だし、まあ、この子がなんだろう MC 向きか、それともこうワイワイして自由に喋った方が得意なメンバーとか、まあ、それぞれね分かれるしね。でもなんかそれをなんだろうな、こう得意分野でそれぞれが引っ張れるから、うん、それがイコラブのいいとこかなとはね思うけどね。夜ご飯食べてきな。
でももう9時44分やで。ありがとうプリンちゃん。夏みかんさんですか。夏みかんさんのインスタの夏みかんさんがめちゃめちゃ美人でやばいです。そうでも話すことはねめっちゃ緊張するの。私は今でも全然緊張するし、私は正直得意じゃないから喋ることが、でも得意じゃないって言って喋らないわけにもいかない立ち位置だから喋るけど、そうそうなの。ね、谷川愛理さんね、びっくりした。でも NMB さんがすごい、なんだろう、ご期生さんとかも、もうみんなもう本当にたくさんの方がツイートされてるのを見て、なんか愛されてる愛理さんだなってすごい思って、なんか素敵だなって思った。本当にショールームで話すのは私得意なんですよね。得意って言っちゃったけど、なんか全然何も考えてないっていうか、なんかまあサラサラフォンフォンファンファンっていう風に話してるんですけど、そのコンサートとかそういうかしこまるとちょっと喋れなくなる。こういう時の方が喋れる。ラジオはマヨラボは結構自分のペースでやらせてもらってるから喋りやすいけど、でもなんだろう、一番喋りやすいのは当たり前にショールームかな。一人で喋ってるけど喋りやすいかな。ショールームかね。かしこまってみて。はい。いい。この配信でニュース知ることある。本当ここはね、広報部屋なんですよ。面白い。広報、そう、なんかステージだとね、こうなんだろう、メンバーの話を遮るっていうかさ、なんかね、そういうメンバーとのやっぱ掛け合いとか時間とかあるから、そうで、これは言わなきゃいけないけどどうだっていう話とか、ここだったらもうほんと自由にね、なんかね、もうボボボボボ自由に喋れるからいいなって感じ。気楽。だってここはだって12時に勝手に終了されるし、それまで別に喋りたい時間まで喋っとけばいいんだし。気楽って感じです。本当に気楽だからこうやってまあずっと続けられてるかなっていうね。そう、でもね、なんかいつも思うの、ショールーム見てるよっていっぱい言ってくれるの、握手会で。でもなんか多分コメントはねしてないっていう方結構いるのね。そうだから多分見てくれてるのかなって。そう、それでもなんかコメントはしてないけど元気もらってるよとか、毎日のなんか日課だよって言ってくれる方いて嬉しいなって思う。なんかそういう方にも届いてたんだって思って、なんか握手でそういうのを伝えてくれるから、そう嬉しい。コメントしてよ、みんな。最近コメントしてます。いい子、偉い。偉い、ゆきなちゃん大丈夫だよ。コメントしててごめんなさい。なんでやねん、あらじゅうさんさん、コメントしてくれんとあん一人で喋れんよ。マイカさん、マイカちゃん。そう、コメントしてくれた方が覚えやすいよ。そう、ありがとうございます。ロビンハンターさん。初めは見るだけだった、ひでまるさんね。でも全然どんどんね、ヤッホーとかでもいいよ、気軽にコメントしてください。マイカと同じ名前、マイカさん。急に目覚めてコメントを。握手会行ったことないけどショールーム黙っていつも見てる。嬉しいよ。
じいさん、いつか会えたら嬉しいです。まつげ、マスカラはね、エチュセのマスカラ下地をとりあえずめっちゃ塗ってる。これ常に言ってるね。聞き飽きた？みんな大丈夫？でも聞いてくれるのすごい嬉しいです。こうさん、今日はね、でもね、緊張あんまりせんかったんよね。そう、ヤッホーはスルーらしいです。嘘、ヤッホースルーした私、ごめんね。犬のワンちゃんの名前ケン、ケン。今度呼びたいな。ショールームアカウント作ってくれたの、ミカさん。リリン・モンローちゃん、エチセのすごい、お、よかった。アディクション覚えたってね。男性のファンの方がどんどんコスメとか私が好きな服のブランドの名前を覚えていっちゃうね。勉強になるでしょ、男性の皆さん。あ、エロもじゃん、エロもじゃん、エロも、エロもコメントいっぱいしてくれたら嬉しいよ。あ、おめめボットのありがとうね、今日わーってなったね。箱推しになっちゃうってこと、みちゃん嬉しい。ショールームと実物のあんな違うんかな、分からん。どうしよう、ショールームの方が詐欺って言われたらなんかごめんちゃいって感じ。エチュードハウス覚えたってゆぶさん。すごく勉強になるって絶対心こもってないさすらいさん。アンナのことが好きじゃけ、一緒だったよって。左側からずっと見てました、ストーカーです。ストーカーはストーカーって自分のこと言わないから。受験頑張って、マイカさん。キャータンとコンビ配信、キャータンおいで。アディクション知った、現役ジェシー、ジェシー。今日まとめ出しすごく緊張した。なんで？全然緊張しない、むしろまとめ出しの方がゆっくり話せるから緊張しないと思う。あ、ポンポンだ、ポンポン。頭なんか刺さってたけど大丈夫？病院行った？病院行った？やった、ユーミン、ありがとう。コーナーや、全然できるよ。コーナーエン。早起きしたの？おやすみ、まつりちゃん。まとめ出しするとおしげばれるので悩む。あるある。あるある。そう、バズリズムさんの今オープニングテーマ、11月の、すごいですよね。ありがとうございます。少々さん、おやすみ、おやすみ。顔近いよ私。そう、握手、背が小さい系かね。おやすみ、マイカさん。かなでちゃん、ありがとう。レグルスさん、お仕事お疲れ。ツイッターフォローしたよって、ありがとうございます。なんて読むの、あん、漢字苦手なの。ショウエイさん、足らなかった、マサアキさん。でもお話できただけで嬉しかったよ。そんなゆきなちゃん待ってるよ、いつでも。アルフォさん目つぶってる。本当かな。えぐみさんもおやすみ。今日のイコラジは、あ、あれだね、あの全員会だね、みんな聞いてね。ショールーム見てるから久々感ないって、リンゴさん。ポンポンね、刺さってたか覚えてないんだったら今すぐ病院に行きなさい。本当に危ないよ。アンさんの中でおっさんって何歳からって質問めっちゃおもろいやん。私がさ何歳からって言ったらさ、ちょうどその年だった方は自分のことまだそうやって思ってなくてショック受けちゃうかもしれないからさ、言わないよ。てか分かんない。分かんないよ、分かんないよ。
おっさんは100歳ぐらいからかな。22歳アウト。22歳でちょっとおっさんだったらあんなおばさんですね。ってなりますよ。高2でおばさんだったらもうあんなおばあさんになります。のでだってそれぞれじゃん、そのね捉え方って。ミイラじゃんはワロタ。わかんない、わかんないですね、それはちょっと。大阪待ってるよ。おっさんだけどってこうさん、おっさん大歓迎だよ。なんでそんなおっさんって言いたいの。ツインテールは何歳からアウトですか。二十歳って言われたらもう私は終わりますので言わないでください、ぜひ。アイドルのうちはやらせてください。同い年とく。すごいよね、さすらいさん。同い年なのにこんなにいっぱい来てくれて、こんな私を愛してくれて、マジで頭が上がらない。今日このセリフ言いたい。頭が上がらないって言いたい人。ポニテハってひとみさん。ポニテだよ、ほら、ポニーテール揺れしながらですよ、ほら、ポニーテール揺れし。コンティルちゃんポニーテールは食べさせませんよ、ツインテールしかダメです。見てめっちゃ短いポニーテール、やばくない、めっちゃ短く感じる、ツインからやっとるけ。ポニーのが似合うらしい。あはは、ポニーってやる。じゃあさ、下ろしていい？違うの、あのね、頭がもうね引っ張られて痛いの。蜂蜜バターで。そう、あ、今日もこれプレゼントします。ちょっと頭皮のお休み時間ね、頭皮マッサージします。宛先はこちらまで、宛先はこちらまで。似てる、ランラランラララ。ポニーテール、ポニーテール。色気を出してるの。え、待って、私これ色気あるの。ありがとう。Thank you。ベリーマッチョ。ベリーベリーマッチョマッチョ、 Thank you Thank you、 色気があるって言ってくれて Thank you。 ピース、お団子。おもろ。今のさ、お団子さ、めっちゃ変だったね。このぐらいか。なんか女の子っぽくない。いや女なんだけどさ、なんか女子っぽいお団子するとどう思う。女の子って感じせん。頭の上になんか
寝てる。でもポニーが今真ん中にいないから、あー、いててててててて、いてててててて、なんかこういうここの毛出すの分かんないんだよね、こんな感じか。よくヘアさんにこれ残すってこういう系言われるんだけど、あ、なんでもいいですって言っちゃう。あ、はいとか適当に言っちゃうんだよね、わかんなくて自分で。遅れゲっていうやつ、遅れゲゲゲの鬼太郎っていうやつなんだけど、そう、ちょっとね、団子作ろうと。今日は、あ、見て、おかえり、ただいま。あ、でもお団子作るの下手くそなんだよね、お団子自分でやんないからさ、ほら下手なんだよ、徐々にできないの。そういう時はこれ、お団子専用のこいつで、よいしょ、こいつで巻いて巻いて巻いた。あら、やっぱ下手だわ私、お団子作るのマジで下手、下手くそって感じ。あ、もっと上にポニーテールを作んなきゃダメだったのかな、ふぃ、下手くそマジお風呂上がりの人。お風呂上がりの人になっちゃった。そっか、高めのやつ少々お待ちよって、ってあなたツインテールでしょ、好きなの。痛いって本当に、髪の毛抜けちゃう、めっちゃちょっと抜けた、ちょっと引っ張りすぎちゃった、反省中。ここら辺でポニーテールをすればいいのか。
この子をこうやってピュッ、これでどうや、これでどうや、ウケる。え、わかんない、私お団子ねやったことないんだよね自分で。こうやって2個に分けた方がいいの？下手すぎんか、私お団子作るの下手すぎんか、やばくない、下手すぎん、どうしたらいいん。サザエさんって言われるんだけど、やっぱヘアさんってすごいな。できないお団子ってどうやるの、ちょっとお団子ってどうやって作るの、私わかんない。あ、違うか、わかんない、お団子ってどうやって作る、いい感じじゃない？どう？これちょっと違う？さっきよりマシ？さっきよりマシになったくない？ ASMR 今の。どう？さっきよりマシになった。でも部屋着の人って感じさ、部屋着。大人っぽくて困っちゃう、いやん。大人っぽくしよる今自分を。どう、赤、口の色赤にさ、もっと大人っぽく見える、大人、大人ですかいや大人なんですけどね私、いやナチュラルなんです、これが年相応なんですよ、そうなんですよ。誰がムーミンや、ムーミン出てきそうって、おい、なんか毛、髪の毛が大人びてます。いや大人なんだって、大人にならないでって言われる、大人なの私でも。21歳、いやもう22歳だるど、今ここで巻いてる手のあれで負けなかった。君の音だったんだ、大好きだ、ラブ。あ、上手くない、ハート作るの。うまくない？
ハート。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 いろんなハート、バリエーション豊かなハート、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 いろんなハートができる。こうやったらハート二人で作れるよ。こうやって、こうやって。そう、22歳になるの。にゃんにゃんになるの。ノジカルミー。見えないよ、だってやだって。ダブルピース、にゃんにゃん、ツンツンになるの、ツンツン。そう、あのね、22歳って猫耳を一年中つけとかないといけないんだって。だから私つけなきゃいけない。どういうこと、ナチュラル小悪魔って。どういう意味。私ノー小悪魔ですよ。悪魔っす。悪魔。へっへっ。君の音だったんだ、大好きな。そう、ただのデビル。天使、私が天使なわけないじゃん。私は天使じゃないですよ。アンデビルです。みたらし団子食べる、食べな。私なんだろうね、私は、うーん、私はなんだろう、そういうので言ったらなんだろうな、わかんない。力をなな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 、女王様。ティンカーベル。アルペジオ、アルペジオ。タラちゃん、絶対です。絶対です。エコラちゃん、タラちゃん。どっちだろう、わかんない。おおい、オラしんのすけだぞ。急にしんちゃんやるから。私、推しのいる世界めっちゃ聞いて。めっちゃね、今日ファンの方に共感するってすごい言ってくれたよ、ファンの方が。そうからいっぱい聞いてください。そう、リンクスさん、一緒にペンライト振ろうね。パジャマ着てほしい。パジャマね、ね。腹話術でしんちゃん、めっちゃ難易度高くない？う、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 あら、しんのすけだぞ。あはは、あはは、
パジャマにお着替え。残念ながらそんなね、こういう髪型が合うようななんかモコモコみたいなパジャマは私着てないんで、ソーリー夢を壊して、マジソーリー , 笑ってワイン鼻に入った、やばいじゃんそれ。つっていいよ、明日、そう明日朝早くないから多分こうやってゆっくりとショールームしてるんだと思う。確かに今日の服はまあモコモコ。リボンちゃんがついてるよ、しかもここにもここにもついてる。と男走るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種と男。歌っちゃダメ、オロナミン。とっとこ伊藤太郎はやばい。って感じ。じ。とっとこ花太郎。あんちゃん変わってなくて安心しました。恥ずかしい。そうそう、終わろっかな配信、終わろっかな。ドゥンドゥン、結構これ難しいんよ。ドゥンドゥン、あーダメだった。ドゥンドゥン、難しいこれ。ドゥンドゥン、ほらずれちゃうの。ドゥンドゥン、せーのドゥン、せーのドゥンドゥン。はいって感じで、そろそろ本当に終わりたいと思います。順位読みます。13位がジスンさん、12位がイトコンさん、11位がトモさん、10位がマサくん、9位がユカリン、8位がイコールナッツミカンさん、7位がさくらさん、6位がトッシーさん、5位がマルキンさん、4位がタコツアンさん、3位がサシナユイさん、2位がサスライさん、間違えた、3位がサスライさん、2位がサシナユイさん、1位がカズジーさん、カズジーさんです。ありがとうございます。カープカープカープ広島。はい、じゃあ順位読みます。間違えた、ランダムします。1人目カサカさん、お今日来てくれたカサカさん、2人目みかんさん、3人目ゆうさんです。ありがとうございました。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんパーパーです。明日は11月3日、どんどん22歳になるのが近づくよ。おやすみ、じゃあねみんな、おやすみ、今日もありがとうございました。バイバイ、 See you。 おやすみなさい。イコラジ聞いてください。イコラジラジ、イコラジ、イコラジ、あなたとラジオでイコールラブ。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。トボール弁当箱。バイバイ。